ガブロボ州は、ブルガリア中北部に位置する州。ガブロボ州の基礎自治体ガブロボ州には4つの基礎自治体がある。ガブロボは、ガブロボ州の州都である。比較、織物製品の製造で古くから知られ、ブルガリアのマンチェスターの異名もあるが、マンチェスターとは違って、小さな地方都市である。ブルガリアでは、ユーモアと風刺の街として知られている。 1972年のエープリルフールの日には、博物館、ユーモアと風刺の館をオープンさせている。ガブロボジョークは一般に、ガブロボ人は倹約か主戦奴だというステレオタイプに基づいて、ガブロボ人の過剰な倹約術を面白おかしく語る、ものが多い。ブルガリアのジョークのうちには必ずと言っていいほどガブロボ、が登場するほどである。 ビューオブザエタラコンプレックスボジェンツは古い村の景観を保存した地区である。近くには屋外博物館、エタル建築民族館がある。エタラは人工的に再現された民族復興期の村であるが、谷間を流れる美しい渓流に沿って金細工、比較、刺繍などを行う職人帳が再現されている。村にはレストランやカフェやパン屋などもあり、 六無などの甘味菓子を楽しむことができる。エタラから南西に1時間程度歩いたところには、ソコルスキ総員がある。オスマン帝国の支配下の時代には、帝国に対する反逆者を革い1876年の抵抗運動の拠点となった。現在では、訪問者は少ないが、庭には、バラの木やイボタの木が茂る場所となっている。 上述のボジェンツや屋外博物館、エタラ、ソコルスキ総院のほか、ドリアノボ総院や、陶器リゾート地ウザナ、バルカン山脈でのハイキングもできる。歴史に興味があればシプカ峠は、ぜひ訪れたい。コシダ・クニヒコ、ブルガリアの笑いの発信地、ガブロボアネクドートの旅新風社、新風社、文庫、2004年8月。 ISBN 47億9749万2678ありがとうございます。